んにちは、竹の子塾の大久保です。今日もですね、小学校の算数の復習をねやっていきたいと思います。で、前回に引き続いて今回は小数の足し算ね、こちらの方をやっていきたいと思います、ね。もうここにね問題をとりあえず4つね用意してます。あとね2つちょっとね、プラスで後でね、付け加えるんで、とりあえずこの4問ですね、一緒にやっていきたいと思います。で、まあもしね、これもうすぐわかるわーってね、いう人がいたらね、一回ちょっとここで動画を止めて、まあ自分の手でね、紙かなんかに書いて、計算をして、それから動画をね、見てください。はい、そしたらですね、早速ね、1番の方から問題を解いていきたいと思います。で、1番、0.3 たす 0.4 ね。で、まあこれね、0.3 と 0.4 なんで、筆算でやってもいいですね。筆算でやると、0.3 と 0.4 ね、こんな感じで書いて、答えが 0.7 とね、こんな風に、答えが出せますよとね、これ簡単ですね。0.7 と。じゃあ次2番ですね。ほら 0.6 と 0.4 ね。これもちょっと筆算でやると、こんな感じですね。0.6 たす 0.4 ね。6と4を足したら10なんで、1クリが上がって、繰り上げて、で、0と0は0ね。なんで答えが1とね。で、小数点を下ろしてきて、1.0 とね。で、ここで気をつけないといけないのは、そうですよね。この小数点のこっち側のね、最後に0が来た場合は、この0は、消さないといけないですよという決まりがあったので、答えは 1.0 じゃなくて、1というふうになります。ね、で、続いて3番目ね。今度は、0.15 足す 0.65。ね、まあちょっとこの、0.01 のね、ここの位が来てるので、ちょっとね、複雑に見えますね。でもこれもね、筆算でやってもらうと、まあそんなね、難しくないです。0.15 と、0.65 を足します。ね、で5足す5で、10ね、1繰り上がって、1足す6で7ね。で、7に1を足すんで、8。で、0が降りてきて、で、ここ小数点合わせてるんで、ここに小数点来て、答えが 0.80、ね、80なんですけど、さっきと一緒ね、ここも、この、0の部分は消しますと。ね。で、答えが 0.8。で、次4番目。0.8 足す1ね。で、これね、よく間違えて、こういう風に計算する人がいます。よし。で、答えが 0.9 だ。ね。これダメですよね。これダメな例ですよ。×。じゃあ、どこがダメか。ね。これ、何がダメかっていうと、どこがおかしいでしょうかね。この1がね、まあ、これ、1って書いてあるけど、本当はこれ何かっていうと、1っていうのは、まあ、相手書くとこう、1.0 ですよね。小数点がここにあって、今までずっとこう小数点合わせてきてましたよね。で、まあ、1って書いてあってしまったら、小数点が見えないんで、ね、ちょっとね、ごっちゃになるかもしれないけど、ここですね。1が、本当は 1.0 で、ここに小数点があるから、小数点をここの上と合わせれば、0ね、こういうふうにならないといけませんよと、ね、なので答えは1.8 ね、1.8が答えになりますね。こういうふうにね、小数じゃない数、まあこういう数を整数っていうんですけど、整数と小数足すときね、この小数点がね、今やったみたいに見えなくなって、ね、小数点を合わせるっていうことをね、忘れてしまうときがあるので、注意しておいてください。ね。で、じゃあ、あとね、ちょっとね、2問ね、いきたいと思います。
ちょっとこれ消します。で次がね、5番、0.2+0.56 で最後6番が1.3+0.4 ね、この2つをねちょっとあとやっておきたいと思います。ちょっとこっちも消しますね。そしたらですね、この問題ね、 0.2+0.56 ね、これもちょっとね筆算でやってみると 0.2+、 ここもねちょっと注意が必要です。 0.2+ でここはね、こことここに小数点があるので、ここにね小数点をちょっと消えたけど、ここに小数点をね合わせてこないといけないので、 0.56 とね、こういうふうにしないといけないですよとね、間違って 0.2+0.56 ってね、こういうふうに計算してしまうとね、合わなくなるので、ちゃんとね小数点の位置をこういうふうに合わせて計算してください。これもダメないね。そしたら、ここも何もない。要は0なんで、0+6で6、ね、2+5で7、0+0 で0。で、小数点はここなんで、答えが 0.76。よし。で、最後ですね。1.3+0.42。これも、こっちの問題と似た感じね。1.3 ね、で小数点はこことここにあるので、ね、こっちね、この 0.01 のところまでね、小数がないんですけれども、ちゃんとこの小数のところに合わせて 0.42 と、ね、こういうふうに、書いてください。そしたら、こうないけど0と考えると、0と2で2、ね、3と4で7で、1と0で足して1、小数点をこういうふうに下ろしてきて 1.72 が正解になります。よし、という感じになります。で、気をつけないといけないのはですね、まず一つが0ね、この小数の最後にもし、この辺とかにね、こう0とかね、0とか来た場合、これね、答えに書くときはこの小数の最後のね、終わりに来る0っていうのは決して答えないといけないですよ、というのが一つ。で、もう一つね、二つ目は、これですね、この小数点のところを合わせて、こうね、筆算とかで計算をしてください。ね、ずらして、このね、この人みたいに、この人っていうかこの答えみたいに、ずらして書いたりするとね、正しい答えが出ないので、この小数点の位置をちゃんと合わせて計算するというのをね、忘れないでくださいね。さらね、今回はこれで、終わりたいと思います。で、次回ね、今度は引き算の、小数の引き算のね、問題を解いていきたいと思います。それでは失礼します。